やべ、もうこんな時間なのか。早くしないと遅刻してしまう。おはようございます。おはよう。どうしたジョニー、すごく疲れた顔しているじゃないか。最近残業続きでまともに寝てないんです。そうか、それは大変だな。まあ、あんま無理すんなよ。はい。あんま無理するなよって。じゃあ仕事量減らせっつーの。ああ、この現状からなんとか抜け出したいな。あ、もう昼か。とりあえず昼食でも買いに行くとするか。いらっしゃいませ。今日は唐揚げ弁当にしよっと。すいません、これください。毎度ありがとうございます。ん？宝くじ売り場か。最近買ってないし、久しぶりに買ってみようかな。すいません、宝くじ10枚ください。会計3000円になります。はい。新聞来てる。そういえば今日宝くじ当選発表の日だ。前買った宝くじどこにあったっけな。あ、あったあった。よし、見てみよう。え、当たってる？宝くじ。しかも10億円。これ現実だよな。やったー。あー、よく寝た。毎日好きなだけ寝ることができるとか最高だ。ごたごたした人間関係もないし、会社に出社しなくてもいい。それにしてもお腹減ったな。買いに行くのめんどくさいし、ピザでも注文しよっと。はーい。あ、扉はそっちですか。ピザお持ちしました。ありがとうございます。うん、おいしい。最高だ。今日も何も予定はないし、暇だな。いつも通りゲームでもするか。それからジョニーは毎日のようにゲーム漬けの日々を送った。ジョニーは有名なゲーム大会に出場し優勝した。そしてプロゲーマーとなったのであった。